こんにちは京子ママです、えー、今日は究極の自分自身の美点発見というのをやっていきたいと思います。えっと最初は私も、えー、自分のことがなかなか好きになれない時期というのがありました。でもあのやっぱり運命の人に出会いたいとか。 人から好かれたい。人間関係、仕事場でもうまくいかせたい、えー。夫婦関係をうまくいかせたい。親子関係をうまくいかせたいっていうことで、えー、やっぱり自分自身の美点発見、自分のことを認めていくっていうことがすごく人間関係ではものすごい威力を発揮しますよね。なので自分自身の美点発見、どこまでできるかというのを今日は、えー、5分間ですね。えー、私と一緒に やっていきましょうそれでは、えー、紙とペンを用意しまして、えー、今日は自分自身の美点発見というのをやっていきたいと思いますそれでは自分のいいところ、えー、例えばですね私でしたら、えー、そうですね両親の良さを引き継いでいる そうですね。えー、あとは、そうですね。コツ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 、やっぱり繰り返しやる、繰り返し同じ映画を見るっていうのが私好きなので、えー、その、繰り返しできる。繰り返し練習がにならないとか、えー、職場とかでやっぱり何回も同じ間違いとかもしちゃったことはあ,あったんですが、えー、努力が継続できるっていうところもすごく、 自分の長所なのかなと思います。えー、あと残り4分です。皆さんもどんどん見て発見。紙に書いてやってみてくださいね。あとは、人、人のいいところを発見して、その才能を引き出せるというか、もともと持っているその、その方の芯がっていうところから溢れてている、もともとの才能をどんどん引き出すことができるっていうのも、 あのすごく両親から引き継いでる才能なのかなと思いました。あとは一つのことを繰り返しできたりするので、私はすごく映画が大好きなんですけども、映画をほんと小さいな頃からもうたくさん見ていて、その映画好きたるゆえにもう本当にその、 映画のシーンシーンを何回も細かく見ていて、なので私本当に映像を撮ったり、編集したりっていう作業が本当に大好きで、時間を忘れてしまうぐらい本当に映像編集とかね、あの、加工とか撮影とかってことにもう苦がなくというかもう時間を忘れて好きなことに没頭できるっていうのは、本当にお父さん、お母さんから受け継いでるものなのかな。 っていうか、小さい頃から映画を見せてくれた、その両親に、本当に影響を受けているな、っていうのは思いました。あとは、その、えー、そうですね。お父さんに似てるところでいいところがあるとしたら、その、気分転換を、えー、上手にできるっていうところですね。疲れちゃってもう、限界だ。 っていう時無理してやらないでもう寝ちゃったりとかっていうことをパッとできるっていうのもあの才能の一つなのかなと思います。で、自分自身の美点は結構ありますけど、うんあ、私には弟がいるんですけどね、えー、弟とよく会話をするんですけど、その弟の美点をたくさん発見することができるし、 えっと、お父さん、お母さんのいいところをたくさん毎日紙に書いたりして、えっ、ー、と、そうすると不思議なことに起きてくる現象っていうのも、あの、美点発見してるとね、例えばお父さんの美点発見、お母さんの美点発見、弟の美点発見っていうのをやってる最中に、もうその瞬時に同時に相手も変わっていくっていうぐらい繋がってるので、本当に美点発見って最近本当に、 あの、佐藤康之先生も本をね、出版されるんですけど、本当に威力が絶大で、本当にそのピンチの時じゃなくっても、ピンチの時でも、本当に活用できるワークなんだなっていうのは思っています。はい。皆さんも、どんどん、えー、かけてきたでしょうか自分の美点発見。美点発見ってね、あの、おべっかとか、そういうお世辞とかじゃなくて、 本当にその方が本当に素晴らしいな、もともと持っている輝きというか、本当にボキャブラリーっていっぱいあると思うんですけど、あの、もともとの美しい部分っていうのを認めていくのが美点発見ですね。で、私はすごく両親に大切に、えー、されて育ったっていうのと、過保護すぎないお父さん、えー、そして、 顔護のぐらいね、死んだお母さん。両方とも全然違う両親なんですけれども、性格がね、真反対なんだけど、もうその真反対でもう最高っていうか、もともとそれを、その真反対の教育が受けれたことがもう最高の美点発見かなって思いました。そうこうしてるうちにもう、はい、5分、美点発見5分経ちました。皆さんも、 たくさん書けましたでしょうかえー、っとね。はい、ありがとうございました、えー。美点発見5分。あっという間の5分でしたけど、えー、っと、自分自身の美点発見をやっていくことで、えー、っと、自分の良さ、両親の良さ、周りの人の良さっていうのが、えー、どんどん無限に開発されていき、えー、自分の心を深掘りすることができて、 周りの人との人間関係、職場での人間関係、夫婦関係、家族関係が、どんどん良くなっていきます。なので、皆さんも、<coughs> 時間を見つけたら、ぜひ、毎日、美点発見、やってみてくださいね。それでは、えー、京子ママの、YouTube、また、皆さん、ぜひぜひ、チャンネル登録、 <laughs> よろしくお願いしますあの。皆さんがチャンネル登録してくれたら、もっともっとですね、いろんな楽しい番,番組、役に立つ番組を、えー、作っていきたいと思いますので、えー、皆さんよろしくお願いします。今日こままでした。それではまたお会いしましょう。